どうもこんにちは、コウキです。今日も動画を見てくださってありがとうございます。すいません、今ちょっと今週ですかね、今鳥取に今来ておりまして、仕事ですね、仕事で来ておりまして、で今週ちょっと動画を撮る暇がここしかないなと思って、今ホテルなんですけど、ホテルで動画を撮っております。ちょっと静かな声でやります。温泉、さっき今入ってきたんですね。で温泉入ってきて、こういう温泉の名前だったんですよ。皆さんこれ読めます？一発で俺絶対読めないなと思って、えと思って、これ聞いて、これでそう読むのみたいな感じでした。すいません、話それて。はい、さて今回はですね、ちょうど仕事ということもあって、しかも、バッグの中身の紹介ですねっていうのが、仕事編はやったのちょうど1年前くらいかなと思って、めちゃくちゃ時間空いてしまったなと思ったんで、せっかく今日いつも使ってるバックパック等もあるので、せっかくならバッグの中身を紹介していこうかなと思います。常に持ってってるものっていうものが絶対あるので、それを今回何個かな、結構あるんですけど、ちょっと凝縮しながら紹介していこうかなと思います。早速始めていきましょう。はい、まずバックパックですね。バックパックは1年前に紹介したバックパックと変わっておりません。本当にこのバックパック一番使いやすいなって、本当これ何年使ってるかな、3年4年ぐらい使ってるんですけど、本当へたれもなく丈夫なバックパックです。このバックパックはポーターさんの、バックパックになります。この仕事現場には必ず持ってってるバックパックになります。それではこれから中身の紹介に移っていきましょうか。はい、それでは紹介に移っていきましょう。本当に仕事現場にはこれがないと本当に欠かせないものです。それは M1 チップ搭載の MacBook Air になります。この MacBook は、本当に愛を、ちょっと愛っていうか、この素晴らしさっていうものは他の動画で語っているのであまり多くは語らないんですけど、もし、興味があるなって方がいれば、こちらの動画を見ていただければ嬉しいです。本当に、僕は動画編集も やってるので、ここまでのクリエイトの力を僕に与えてくれた本当に素晴らしい一台だなと思っています。本当にこれは欠かせない、本当にこれがないと本当に仕事ができないっていう時代なので、これは常にお世話に常に持ってってるものの一つになります。ちなみに、この MacBook の裏ですね、裏面にはマジックススタンドっていう、高さを変えられる、パソコンの目線の高さを変えられるものを僕は常につけています。ちょっとこれはまだ動画で紹介したことがなかったんですけど、今後詳しく紹介していこうかなと思います。 iPad mini ですね、今最新のものではないんですけど、ちょっと今買い替えようか迷ってるんですけど、まあ、正直 iPad mini でやることといえば本当に Mac の補助的な役目なので、これで十分かなと感じちゃって、正直、まだ買い替えはしないかなと思ってます。まあ、これが自分が来たら買い替えようかなと思ってる感じですね。本当にこの iPad では本を読んだり、セミナーみたいなとか、勉強道具の一つとして使っております。このミニの使いやすさ、このサイズ感っていうのが本当たまらなくて、ずっとこのミニのサイズからはちょっと離れられないかなと僕的には思っています。はい、続いて何個目だっけ ?1、2、3、4つ目かな。4つ目のセットは、ノートとペンです。まあ、これは皆さんどうなんでしょうね、言い切れてる方いるのかなと。最近はね、本当にもう電子機器というか iPad とかでね、本当メモ取れたりするんで、持ち歩く人は少ないのかなと思うんですけど、僕はやっぱりちょっとアナログの部分入ってるので、セミナーとか勉強とかは絶対こっちのメモに書きます。メモに書いてから、iPad だったり Mac だったりにその日の内容のものをマインドマップとしてまとめたりしています。なのでこれは本当に必需品、僕の必需品の一つになっています。僕が持ち歩いてるバッグの中身は充電器ですね。まあ当然ですけど、こっちが Mac 用の充電器と、こっちに iPhone とか iPad とかの充電器が入っています。最近思うんですけど、 C かな、 C とライトニングと USB のケーブルがだんだん多くなってきて、本当そろそろ仕分けをしないとなと思ってるくらいちょっと多いなって最近感じるので、ちょっとこれはちょっと仕分けをしようかなと思っています。次のものはそれポーチですかね、ポーチとメガネケースですね。メガネケースはサングラスですね。本当車運転するので結構この丸いやつがめちゃくちゃ気に入ってるんですよ。似合ってるかわかんないですけど、こんな感じでいつも外出してることかな、これにマスクしてとか、ちょっと変人かなと思うんですけど。でこのポーチの中には、マスクだったりマウスウォッシュとか口内ケアのものだったりいろいろ入っています。普段から、使うようなものがこのポーチの中に入れて持ち歩いています。まあ、ちなみにポーチはレッドベリーさんのものを使わせていただいております。はい、続いてはこのボックスですね。ここめちゃくちゃ硬いんですけど、落としてもいいような感じのものになっていて、この中身は一眼レフですね。一眼レフの、掃除とか、あと MacBook に使うハブとか入っています。モバイルバッテリーとかですかね。あと基本的にこういう掃除するもの、ブロワーとかが基本的に入っていて、まあ、これは、まあ動画編集者とか動画撮ってる身としてはめちゃくちゃ大事なものなので、これは必ず持ち歩いております。でもう一個は、香水ですね。僕は最近ちょっと変えて、黒への香水
を最近使っております。この匂いがちょっと女の子用なのかな、わかんないんですけど、めちゃくちゃに良くて、これめちゃくちゃいい匂いだなと思って、必ずモチベーションを上げるものの一つとして、このクロエの香水とミスディオールの、香水を常日頃持ち歩いております。これは僕のモチベーションを上げるものの一つとして持ち歩いています。あとイヤホンですね。これは僕は AirPods Pro ですね。 AirPods Pro を使わせていただいております。持ってる方はちょっと本当にわかると思うんですけど、このノイズキャンセリング力っていうのがマジでいいなって思います。 AirPods Pro はちょっと離れられないかなって思います。ちょっと他にもね、気になるワイヤレスイヤホンあるんですけど、やっぱり僕的にはこれが今のところ一番かなって思ってます。バッグに入れていないものなんですけど、常に日頃持ち歩いているものなんで、これも紹介します。 iPhone の13 mini ですね。元々 iPhone 12 mini を使ってたんですけど、機種変しないつもりでその携帯屋さんに行って、まあ、ちょっとプランの見直しとかもしようかなと思ったんで、ついでに。で、それで、トゥルーミンの機種代を、下取りに出して、それを買い取ってもらったら、めちゃくちゃ安くて、まあ、それは買えるしかねえだろっていうぐらいの値段だったので、買いさせていただきました。めちゃくちゃいいですね。シネマティックモードとかも良くて、実際今日の温泉でちょっと試してみたんで、そちらの映像まずどうぞ。いかがでしたでしょうか。すごくいいですよね。で、このミニ感、このサイズ、本当に手持ちで持てるこのサイズ感というのもめちゃくちゃ気に入ってます。まあ、この iPhone 13 mini の動画に関しては撮りたい動画ばっかりあるので、それは今後配信していこうかなと思っています。最後に紹介したいものなんですけど、それはこちらですね。 XT200 っていう一眼レフのカメラになります。今はちょっと今サブ機はニコンの一眼レフですね、持ってるんですけど、ちょっとサブ機を今回持ってきてないので、今 iPhone に変えて撮ってるんですけど、こちら XT200 は常日頃僕が YouTube で撮ってる機材の一つになっています。このマイクはロードのマイクを使わせていただいております。本当にこの XT200 なんですけど、8万円ぐらい、本当にエントリーモデルとしてはめちゃくちゃ良くて、僕ぐらいの YouTube の動画であれば、本当クオリティであればですよ、クオリティであればこの1台でいいなって感じました。まあレンズの方はですね、月々変えてってもらって、僕もそうですね、だんだんちょっと欲しいレンズが増えてきたんで、そこに変えていこうかなと思うんですけど、本当に今この1台で全部の YouTube の動画を撮っています。もう相棒ですね、ありがとうございますって感じですよね。もし今一眼レフ探してるよって方がいれば、まあ富士フィルムってなかなかいないんですよ、周りで持ってる僕の友達とか、みんなニコンとかソニーとかなんですけど、確かに、めちゃくちゃわかるんですよ、良さとか。でも、僕が気に入ってるこの富士フィルムさんのいいところっていうのは、やっぱり色味だったり、初心者に優しいマニュアルって感じです。マニュアルがついているので、本当に、この 4K でも撮れるし、バッテリーの面はちょっと気になるところあるんですけど、この XT200 っていうカメラを購入しようかなと思ってますし、これがないと本当に仕事ができないので、これを常日頃持ち歩いている機材の一つになっています。はい、いかがでしたでしょうか。今回は、僕が必ず仕事に行くときに持っていくバックパックの中身を、紹介させていただきました。もし気になるものがあったら概要欄の方にリンクを貼っておくので、そちらから飛んで見ていただけたら嬉しいです。そうですね、僕も本当にこの今紹介したものがないと仕事ができないし、モチベーションが上がらないというものばかりなので、本当にこの子たちには、この子たちを大事に使っていきたいなと本当に思っています。まあね、本当に1年ぶりくらいで更新したんですけど、このバックパックの中身を。まあもし、なんか本当にね、共感してることとかあれば、コメントで教えてもらえたら嬉しいですし、こういうのもいいですよっていうのもあれば、僕もいい機会かなと思って、いい機会かなと思って調べてみます。はい。はい、こんな感じで、この動画、コキオリジナリーでは、普段からこういった、ものの紹介だったり、アプリの紹介だったり、Apple 関連のトピックを中心に動画を撮っていますので、もし参考になったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、そしてこちら SNS ですね、もうやってるので覗いてみていただけたら嬉しいです。はい、今日も最後まで動画見てくださって本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。超眠い、おやすみなさい。バイバイ。